ラモン・ホセ・ヘルナンデス・マリンは、ベネズエラ・ボリバル共和国出身の元プロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。1994年2月18日に、オークランド・アスレチックスと契約。1999年6月29日の、シアトル・マリナーズ戦で、メジャーデビュー。2003年まで、20勝トリオと呼ばれたバリージと、ティム・ハドソン、マーク・マルダーを支え続けた。 2003年11月26日にトレードでサンディエゴパドレスへ移籍した。2005年には、腰痛のために2度にわたって2度 DL 入りし、長期離脱を余儀なくされた。彼の不在の間は、もともと保守で近年は一類種と外野種の控えとして、プレーしていたロバート・フィックとシアトル・マリナーズから、加入したミゲル・オリーボが穴を埋める活躍を見せた。復帰後は、 不審に陥っていた主砲フ,フィルネビンの放出、ライアン・クレスコの不審などの理由により、得点力不足に泣いていたチームを攻守で牽引。地区優勝に大いに貢献した。同年オフの10月27日に FA となった。2006年4月9日2005年12月13日に、ボルチモア・オリオールズと4年総額2750万ドルの契約に合意した。 2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは守備面で何のあった昨季までの正捕手、ハビー・ロペスを指名打者に追いやり、正捕手として自己最多の144試合に出場。打率こそ例年並みだったものの23本塁打、91打点などの気並み自己最多の打撃成績をマーク。また、 2001年のアスレチックス在籍時以来、5年ぶりに一塁手として2試合でプレーした。2008年には、7月28日のヤンキース戦の2回に本塁打を放ち、通算100本塁打を達成。また、8月1日のマリナーズ戦の5回には、通算202塁打を達成。2011年6月26日2008年12月10日。 シンシナティレッツにライアン・フリールラ3選手とのトレードで移籍。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のベネズエラ代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。2010年11月1日に FA となったが、11月15日にレッツと再契約した。2011年には35歳になったが、打率28、282、12本塁打。 当類阻止率37.1%と健在ぶりを示した。オフの10月30日に FA となった。2012年4月22日2011年11月30日にコロラドロッキーズと2年650万ドルで契約を結んだ。2013年開幕前の3月に第3回 WBC のベネズエラ代表に選出され、 三大会連続三度目の選出を果たした。シーズンでは4月にはディーフとなった。2013年4月6日にアーロン・ハラングとのトレードでロサンゼルス・ドジャースに移籍。二番手保守として出場していたが、6月14日にディーフとなり、6月22日に解雇される。2013年6月30日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 7月9日に解雇された。2014年1月7日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだが3月30日に解雇された。ありがとうございます。